捨てよう。捨てるとかもかっこいい。確かに。帯とか。おお、すごい、ほら、なんかすごいよ。すごい。はい。はい。じゃあ今日は空手のレッスンを始めまーす。よろしくお願いします。素晴らしい、さすがでございます。確かね、何から教わればいいですか。私空手マジで一回もやったことないんですけど、何から始めればいいでしょうか。例から始めましょう。はい、お願いします。で、空手の気をつけは、かかとついて、つま先は開きます。はい、はい、で、姿勢よく手を横にピッて持って、はい、はい、ここから、首は折らないようにこのままの姿勢で倒します。そうで、あまり下向かないようにちょっと前向くような感じ。相手がいるので常に前に。で、戻す。何度ぐらいみたいなのあるんですか。何度ですかね。あれ、度数ちょっと分からない。度数は分からない。度数は分からないけど、私のこのぐらい、このぐらいと思ってるんですね。そうです、そうです、このぐらいですね。はい、はい、ちゃんと一緒ですか。いや、ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。ちょっと違うかな。いいでしょ。いや、でもいい、先生がいいと思う。空手って言ったら、うん、基本的な技は何なんですか。基本的な技は突きと蹴り、うん、だ。まず突きからやります、はい、握り方、はい、小指から握っていって、親指ロックです。ロック、そう、親指中入れちゃう人多いんですけど、うん、親指外でしっかりロックしてください。はい、オッケー。そしたら足を肩幅に開いて前に手を出してもらって、はい、はい、ここから引き手っていうものをします。はい、だって引き手すごく大事なので引く、そう、そう、この手が大事なので引き手をしていきます。はい、で、肘をぐっと曲げながら手をひねって体の横に、そうで、結構あの前に出ないように横から見て、そう、脇がすごい締まってる感じ。体の前に出ないように、そう、できてるのかな。そう、これ結構女性の方、あの背中の筋肉ない方とかはできないかったり、前が詰まってるとこうなってる方はやりにくい、すごく。だから前をほぐしてからこう引く動作やったりするとすごくいいです。もうお腹しっかり引き上げておくのがすごく大事で、お腹引き上げてお尻は締める。なるほど。この体勢でお腹へっこんだ状態で引く、そう、もうあの体にするようなイメージ。体にするよね。する、そう、ナイスです。なるほどね。そうだって、やばい来てるいいよ。どうですか先生。いいです、いいです、ナイス。大丈夫ですか。そう、次は引き手と突き、こっちは引く、こっちは突く。で、ここの面を、あ、なんか大丈夫ですかこれ。なんか新しいんだけど。こうなあ、違う、こうじゃん、猫みたいになってる。あ、こここうね。ここですね、ロックですね、ここで。ここ、こうです。これが新しいです。そう、ここの面をしっかり当てる。手に、そう。はい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 。で、打つところは溝打ち、自分の溝打ちの前です。しっかり、で、引き手をしっかり引く、はい、で、肩が前に出ないように、うん、肩はこの横まっすぐ状態で、はいはい、手を入れ替えます。こっちは引く、そう、こっちはつく、そう、うまい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 、本当、うまい、いい感じ。見た見た、こっち。もっと早くいきましょうか。もっと早く、でもっと早くすると脇が開くので、脇締めながら、早い、もうすごい、なんか伸びてくるんですよ。ちょっとカメラに向かって一回今やって、はい、すごい伸びてくる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 。肩甲骨をうまく使うと伸びます。はあ、じゃあ肩はこうなってないけど肩甲骨は伸びてる、そう、この後ろ、はい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 、を意識して。縮めると短くなるし、出すと伸び、そうです、そうです。そう、ナイス。どうですか、うまい、うまいですか、うまい、うまい、うまい、本当、うん、え、めっちゃうまいですよね。ちょっと、ね、いくよ、やってて
じゃあ手脇締めてね、脇締めて、はい、こうだ、そうこう、かっこいいよ。がなんかやっぱ下半身が多分安定してるからだと思う。ああ、それはある。そうバスケも多分そうだね、さすがです。あった、嬉しい。なんか基礎ができる人に教えるとすぐできちゃうんですよ、やっぱり。へー、だいたい軸がぶれるので、あーそうか、そうか、こうぐねぐねになったりするんですけど、そうか、そのままね、そのまま、そう、なんか心配かかるから、そう、息とかは吐きます。出すときに吐きます。そう、出すときに。すごい。ちょっと待ってもマジで。ペアの方とかもやったりしてるので、私誰でも OK ですってやってるので。シェアの人はやっぱこれをやることによってそのシェイプアップ的にもなるんですよね。なりますね。この辺とかね、あと背中だね。ああそれ。行くことないから。うん、よし、あとはじゃあ、はい、蹴り。お願いします。前蹴りっていう蹴りね。前蹴り。はい、で横から見ると、うんうん、足を上げて、うん、伸ばして、お曲げて、落とす。これを音がさ、感じ言われました。でも上げて伸ばして、伸ばすの難しい。そうなんですよ、伸ばす、上げて伸びないもん。こういう運動もあるよね、なんかね、伸びないのよ、まっすぐ。この柔軟性の問題だよね。そう、これはあとはこの腸腰筋とかしっかり使えると、腸腰筋ね、これまでちゃんと上がる、うん、これも別に高くやらなくてもよくて、バランスとか、うん、蹴った勢いでふらつかないようにっていう軸の安定性を保つために、うん、主婦の方、うん、初めてやる方とかだったらもう上げてここで下ろす、ないように体が、うん、そう一回でお願いします。ちょっと待って、もう面白い。編み出してる、もしかして。勢いすぎ。そうそう。でそれをちょっとずつ上げも上げて、上げも上げて。上げも上げて。左の足しいんだよ。左の足が。どう？そしたらじゃあ2回蹴りましょう。一二。一二。そう。一二。でも左が怖い。そうあっこっちがバタバタなって言うこと聞いた今。いい感じ。まっすぐつま先までもうピンってなってる。あ、基本はつま先じゃなくてここのなんていうの、ここ足のこうやってつま先立ちした時のところを当てるみたいな、うんうんうん、あ、そうなんだ。相手にそうなんだ、ここあそこを当てるんだ。つま先だと折れちゃうから、あこういう感じ、あそこを当てるらしい、はい、私ちょっとこうしとくってことでしょ。そうするとこうやってなっちゃったり、うんね、そうなんですよ。むず次は下上に行きましょう、はい、下上下上そう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 下蹴ったらここからちょっと上に、うんうんうん、もうこの時点で上げちゃう。なるほど。からトゥントゥン、そう、ね、トゥントゥン、そう左足よ。このこれなんか手が気持ち悪いんですけど私。あここでいいですか。こういう感じ。手は別に何でも大丈夫、ダラーとして大丈夫です。あの上半身はリラックスしてます。ああ上半身はリラックスなんだ。そう、手でもね、ね、結構どうなんですか。私これできてます。できてる。本当いい感じ。鍛えてるからね最近、うん、そう最近トレーニングしてるから。すごい、前までまじ片足でしグラグラしてたんだけど、すごいすごい、ちゃんと立ててるわ、うん、成果が出てる、うん、前蹴り前蹴りです。オッケー。じゃあと1個蹴りやりますけど、上段蹴り、うん、で怖いな。どう向かう向こうかな。すごい、痛い本当に痛い。できる。ちょっとやってみます、はい、ちょっとやってみます。そしたらちょっとやってみてもらっていいですか。そうでしょ。
お、ナイスナイスナイス。足は上がるから、はい、足は上がっちゃってもう笑っちゃってなんか恐竜みたいだったよ。お、ナイスナイスナイス。恐竜、うん、軸足をしっかり曲げましょう。伸びちゃってるから、うんうん、なるほどね。軸足をしっかり曲げて、こっちにあの軸しっかり移して、この体勢で立ってるのがすごいそう、この体勢キープがめっちゃ難しくて、うん、その時にお尻出ないようにお尻しっかりぐーっとまっすぐ、でまっすぐ、めっちゃ綺麗、綺麗、めちゃめちゃ綺麗でございます。こっち側にも見せて、このすごい、しかもうーわー、そう感じで見るとすごく、あの、長く見える、うん、すごい長い。私は足別に長くないんですけど、チビだし、短いんですけど、それをいかに長く見せるか。お尻をグッと入れます。あ、やばい、あ、つる、これ、そんな、そう、すげえ、こうなんだ。そうなんですよ。こういう、え、でも本当にそんな感じだよ、これ、そうね、そうそう、もう、あの、体全部が使えてるから、うんうん、曲がってるとどうしても短くなっちゃうから、基本は伸ばせるように。すごい、綺麗。こうなんだ、こうそう、で、この、まあ、この体勢から低くでいいので、あ、なるほど、そう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 、で、振られないように、足に振られないように軸を振っちゃう、うん、それが難い、これ本当に。そうなんですよ、そう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 、あ、うまいうまいうまい、さすがさすがさすが、ゆるやろ、嬉しい、うん、やる、これやるだけで絶対この辺の動き良くなるの。あ、本当、本当にすごい思った今。で、あとこの、あの、下上下上、これも、うん、で、だんだんねやっていくと、うん、主婦の方でもやっぱり上まで結構頑張って上げたりとかしてるから、できるようにはなってくると思う。すごいね、なんか可動域やっぱ広がりそう、試合にめちゃめちゃ使えるじゃないですか、うん、絶対そう思う。だからしかも使ってる筋肉もまたやっぱちょっと違うじゃん、鍛え方もきっと、そうだからね、多分こうなんかさ、ターンしたシュートとか打つ時とかもさ、うんうんうん、多分もうブレずにね、じゃない、長い、そうだね、背面、そんな感じがするな、めっちゃ今確かに背中鍛えられるんだな、おさらね、うん、ね、体重移動とかもやっぱりね、うん、そうそう、動きながらポンって、うん、蹴りも、うん、動きながらこっちに乗せたり、蹴りが、そう、お腹を横向けて手は前向けて、そうです、そうそうそう、でこれでフットワークする、こうなんだ、さ、基本はこれです、ずっとこれで動いてますね、基本すごいおっ、これいい、どうなったら負けなの。倒しとかはなしで、ないですよね、そう、ポイント制なんですよ、うん、で、月は上段も中段もお腹も1ポイント、うん、え、当たるの本当にちゃんと、ギリギリのところで本当はここで引かないといけないです、うん、へー、当てちゃいけないんだ、完全には、顔は、うん、で、お腹は当てて大丈夫です、うん、へー、まあ、そんなにあのバンってなっちゃうと、あの、中国みたいな、あ、なんか8ポイント差になったら終わり、8ポイント差、でも3分の中で取り合いだから、なるほど、月が1点、うん、で中段、うん、お腹、普通のも1点、これもすごく体重移動めっちゃするから、うん、すごい、ここ後ろから前に、はい、そう、はい、でこのまま引く、はそう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 、でこれもバスケとか結構使うんじゃないかなっていう、確かに、間違いない、めっちゃ体重量あるし、すごい、蹴りが2とかな、蹴りはお腹が2点で、うん、頭は3点です、はぁ、上段蹴れたらもう最高、うん、そういうことか、蹴ったらポイントないってことよね、もう、あ、今の絶対入ったなっていうのでポイント、そうです、なるほど、だから手とか体でしっかり避ければ大丈夫、うん、あ、はい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 、これやるよって見せて、うん、で蹴りとか、あだと、おーみたいな、うん、なるほどね、これマルしてる、ネイルがすごい超生えてたけどネイルとかさ、体の人とかしてもいいの、そう、うん、あの、うん、距離から行くんですよ、このぐらいの距離行くのすごいよね、そっからだから意味わかんないですね、うん、意味わかんない、何もする気ないような感じで、うん、思うのに、で、ここから、うわー、はい、うわー
からやっぱその引くっていうのがやっぱちゃんとそのベースってことですよね。スポーツの中ではすごいトップレベルの体を全体使うみたいな感じがする。すごい。だってもう軸しっかりしての体全部使って伸ばしてその稼いでるとかさ。そうだよね、確かに。すごい。家でやります。そうだね、うん、でまた何かの時にね披露できたらいいんじゃない、ね、確かに、うん、そのこの上段のやつとか、うん、そうそう。今日は本当に空手というものを一から教えていただきましてそうです、ね、ありがとうございます。あ、ちょっと待って、ちゃんと礼しよう。あ、そうだ、そうだ、そうだね。はい、礼。素晴らしい。ありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。